車中泊してるときに横っちょで止まってた車の中でここで飛び降りたんですよ。電話かかってきて、非通知。はいはいはい。友達のお母さん。この場所で機材をセッティングしようかなと思って、セッティング。待って、無理。はい、どうもコッシーです。皆さんこんばんは。今回僕が来た場所は天理ダム、こちらにやってまいりました。皆さんご存知の通り、ここはですね、ヤーカズさんが10分でギブアップした場所となります。僕は一人撮影が2回目となります。この場所は所々にカーブがあるんですよ。そこで交通事故を起こして、その方たちの霊が出たりとか、あとは天理ダムで身投げをした方たちの霊が出る、そういう風に言われています。自分自身かなり緊張しております。今回しっかり収められたらなと思っております。では行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル。はい、というわけで天理ダムに到着しました。このままですね、橋を渡っていきたいと思います。そして噂があるのが、ここの橋、あそこの電話ボックス、そしてここの隣の公園と、その奥に橋があるんですが、そこの橋でも噂があるらしいです。で、最初にダムの橋を渡っていきたいと思います。では行きましょう。あらかじめセンサーライトも設置しております。見えるかわからないんですが、手すりに白のセンサーライト1つと、中間あたりと、だいたい僕から見て 10m ぐらい先に青いライトを設置してあります。そしていろいろな心霊 YouTuber の方とかが来られてるんですが、ほとんどの方がここはやばいと口を揃えていう場所となります。もちろんこの場所はかなり有名な心霊スポットでして、パッと見の外観としてはこういった感じで、ダムはかなり明るいですね。普段の心霊スポットとか普段のダムはかなり暗いことが多いんですけど、この天理ダムっていうのは非常に明るくて、今のところ怖さというものはないです。僕この場所に来てから不思議なことが一つありまして、ああいった感じでダムの、管理施設なんでしょうか、あの場所が青いライトで照らされてるんですよね。人が多いから、おそらくそういう理由もあって青いのかなっていうのが一つあって、少しでも防ぐために青いライトを使用されているのかなっていうふうに思っています。はい、というわけで橋の反対側に着きました。だいたい 150m ぐらいでしょうか。喋ってるうちに、あっという間に着いちゃうようなダムの橋となっております。こういった感じで青いライトで照らされているダムっていうのは僕は初めてです。やはりそういった何か大きな理由があるから青いライトにしているのかなっていうふうに思っています。やはりそういった何か大きな理由があるから青いライトにしている。ちょっと写真撮っていきましょう。と思いますね。雨やばい。電話ボックスですね。普通に一般的にある電話ボックスと同じですね。特に変わったことはないのかなと思います。雨が強くなってきたんで、ちょっと機材を回収してちょっと一旦考えます。はい、というわけで、再度、2日目ですね、この天理ダムにやってまいりました。で、昨日は大雨でもうどうしようもなかったんで撮影を中断してしまったんですが、早速検証の方行きたいと思います。今回はこの管理事務所の方から定点を仕掛けております。ではやっていきましょう。トリフィールドつけておきます。もうかなり高いことが分かります。そしてこのダムはこういった感じで傾斜がついてるんですよ。もう完全に落ちたら下の方に飛んでいくような、こういった感じですね。だいたい 50m はあるのかなっていうふうに思っております。そしてこっち側ですね、この管理事務所がある方、そこまで高さっていうのはないのかなとは思うんですが、これを見て分かる通り、だいたい2、30m はあるんでしょうか。ここもかなり高いです。正直この場所はライトいらないかなってぐらい、かなり周りが明るいので、あまりライトは使わずに進んでいきます。今見てもらった通り、かなり車通りが多いんですよ。だいたい夜の11時ぐらいを回るんですが、本当に、よく頻繁に使われている道路だと思います。なんかありますか、この辺で噂っていうの。僕はよき君は、あのトンネル首なしライダーが出るっていうのは昔からです。あ、そうなんですか。あとは有名なそこの電話ボックスですか。電話ボックスですね。気味悪さで言うと、ここの道ずーっと行っていったら、右手側に登っていく坂があるんで、そこ公園です。公園のところの公衆便所がなんか雰囲気だいぶあるっすね。なんかやっぱ昔から有名なんですね、この場所は。結構有名ですね。だからそこの駐車場的なのが何か所かあるんですけど、僕のおとんは車中泊してる時に横っちょで止まってた車の中で人がったっていうのがあるんです。そうなんですか。そう。だから僕昔バイクでここ走ってたんですけど、その僕のバイク仲間の友達がここで多分直近のさせちゃうんですかね。ここでチャリでここまで来て、ここで飛び降りたんですよ。ここにチャリ止まっとって、飛び降りたらなんかもうちょいそこら辺かここら辺かわからんですけど、ちょうどここあれなんですよ、コンクリなんですよ下。多分そこでこう普通に飛び降りて、今やろ5、6年ぐらいなんですけど、18歳で飛び降りたんですよね。頑張ります。はい、ありがとうございます。お気をつけて。今の方の話を聞くと、だいたい5、6年前ぐらいに、先ほどの場所で、友達が亡くなったと。で、先ほど撮影機材を準備している時に警備員の方もいらっしゃって、下の方をチェックしてたんですよ。ですので、もしかしたらそこで、身を投げている方がいるかもしれない。そういった風にしか思えないんですよね。今のところ違和感というか変わったことっていうのは全くないですね。今の印象でいうと、明るいダムの橋、そういったイメージですね。でも確かに雰囲気があるっていうのは、よく伝わるんじゃないでしょうか、この場所は。先ほどの方の話でいうと、あそこの電話ボックス、あそこではよく出るみたいな話をしていました。今回ですね、画面では伝わるかわからないんですが、かなり霧が濃いです。そして湿気も多くて、かなり、心霊としては絶好の日なのかなっていうふうに思っております。着きましたね、電話ボックス。一見普通の電話ボックスですね。街中でもあるような感じの仕様となっております。弾けないんだけど、これ何これ、弾けなくね。昨日開いたんだけどな、開かない。何これ、昨日開いたんですけど、ちょっと開かないのであまり中は詳しく見られないんですが、前回この場所でやかずさんはかなり多くの足音を聞いたという場所になりますので、少しここでじっとしてみようかな。ちょっとこの場所でじっとしましょう。大体5分間ぐらい待ってみようと思います。かなりダムの放流の音が大きくて、周りの音っていうのは聞きづらいっていうふうに感じますが、それでも足音っていうのは大きい音ではあると思うので聞こえるはずではあるんですが、ちなみになんですが、僕はもともと心霊っていうのを全く信じてない人だったんですよ。いろいろ女性の声だったりとか男性の声、そういったものが聞こえて、もう絶対幽霊っているんだろうなっていうふうに思ってるんですよ。ですから心霊を信じていなかった僕がこういうふうに検証することによって、幽霊が本当に存在するんだよっていうことをこのカメラに収められたらいいなっていうふうに思っています。なんか幽霊って実はみんな見ているんじゃないか説っていうのもあって、皆さんいろいろデパートとか、イオンとかいろんなところ出かけていろいろ買い物してると思うんですけど、そういった中にも実は幽霊が混ざっていて、すれ違う人っていうのは実は幽霊かもしれないっていう、そういった、都市伝説というか、そういった話を聞いたことありますね。今だいたい多分5分ぐらいこの場所に居座ったんですが、特に何も起きてない印象ですね。ちょっとこのままこの場所にいても何も起きなさそうなので、この天理ダムの横に公園があるんですけど、ちょっとその公園に行きたいと思います。その公園が結構やばいみたいな、情報があったんで、実際どうなのかっていうのをちょっと見に行きたいと思います。確かに雰囲気あるな、これ。雰囲気あるぞ。確かに怖いっすね。ちょっとこの場所に入ると鳥肌が立ちましたね。この場所でよく足音だったりとか、そういったものが聞こえるらしいです。僕は霊感とかそういうのが全くないので、実際にその霊というものをしっかり見たことはないんですよ。ですから雰囲気でしか伝えられないんですが、本当に中は公園なんですが、森みたいな印象ですね。周りが木々に囲まれてて、パッと見の印象ではそういった感じです。月明かりが出ててもこの場所自体がかなり暗いんじゃないかなっていうふうに思っています。霊感がある人だったらこの場所嫌がる人は多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、今思い出したんですけど、先ほども言った通りこの場所に昨日も来たんですよね。でこの場所で機材をセッティングしようかなと思って、セッティング待って無理、なんか今触られた。この場所で機材をセッティングしようかなと思って、セッティング待ってちょっと待って、怖い待って、ちょっと今服触られたんですけど、今こうやって引っ張られましたね今。怖い、それは今ちょうど橋の昨日あった出来事を思い出して喋ってたんですけど、服引っ張られましたね思いっきり。いや思いっきりとかいうレベルじゃないです。普通にちょっと友達にねえって言って服引っ張ることあるじゃないですか。そういった感じにも引っ張られましたね。昨日この場所で定点カメラを置こうと思ってセッティングした時に、こっち側で女性の声というかうなり声ですね、うーっていううなり声が聞こえました。それも今思い出してて、ちょうどそういった物理干渉があったんで今かなりテンパりましたね。誰かいますか？今何か伝えたいことがあったんでしょうか？特に応答はないですね。ちょっとマジで怖い。ここが噂のもう一つの橋ですね。天理ダムと公園のすぐ近くにある橋です。この場所でも、身を投げた方がいるんじゃないかっていうふうに言われています。こうやって見てわかる通りかなり高いですね。下地面には思いっきり、あ、車来た。こんばんは。こんばんは。あ、ここの地元の方ですか？あ、そうです。あ、なんか取れました？さっきちょうど場所で服引っ張られましたね。え、マジですか？僕もあこで一回止まってたんですよ、車で。はい。その時に電話かかってきて、非通知で。さすがに出やんかったですけど、公衆電話の前やから、もしかしてかかってきたんかなと。あ、そうなんですか。じゃああれですよ、友達のお母さんがしたっていうの。え、1個上の人なんですけど、はい、のお母さんがここでしたっていうのは、結構前ですね。結構2、3年とかそのぐらいは前。あ、でも最近ですね。最近。ありがとうございます。お気をつけて。ちょうど今話をしている最中に外カメが切れちゃいましたね。友達のお母さんがこの場所で亡くなったっていうふうに言ってましたね。いや、やっぱあるんだな本当に。こういった地元の方にいろいろ話を聞いていくと、よりいや本当にやっぱりあるんだなみたいな風にだんだん思ってきますね。今のところこの足を渡ったんですが、声や足音、そういったことはないですね。うん。今のところ2組の方に話を伺ったら、口を揃えてみんなここで亡くなった方がいると。しかもそういうのは友達だったりとか身内っていうふうに言っていましたので、うわぁ、ちょっとそういう話聞くとマジで怖いな。もう今7月なんですけど、やはり梅雨なだけあってかなりムシムシしてて、昨日も雨でしたので、やはりこの場所は今幽霊が出てきてもおかしくはないのかなっていうふうに思っています。ちょっとここで待機します。スピリットボックスの方やっていきたいと思います。こんばんは、トッシーと申します。もしよかったら声聞かせてもらえないですか？今男性の声が聞こえたんですが、もう一度よろしいですか？はい。どういう？何か僕に疑問を持たれているんですか？僕は今ここで撮影をしに来たんですが、僕一人ですので安心してください。返答なくなっちゃいましたね。少しですが男性の声が聞こえたんですが、何言っているかっていうのがよく分からなかったので聞き取ることはできなかったんですが、おそらく男性の方がこの場所にいるのかなっていうふうには思っています。今のところ声だったりとか足音は全くなくて、唯一あったのが物理干渉ですね。何かに触れられる、おそらくその男性だったのかな、そういうふうに思います。何か僕に伝えたくて引っ張ったのか、もしくは最悪なパターンではあるんですが、僕をこのダムに引きずり下ろしたくて服を引っ張ったのか、そのどちらかは分からないんですが、今のところこの場所では悪い霊がいるっていうふうには全く僕は思わないですね。物理干渉だったりそういったことを含めると、この場所にいるんじゃないかなっていうよりかは、いるでしょっていう。そういうふうに僕は思っています。ちょっと写真撮っていきましょう。7紙面新メンバー発表いたします。ホラです。コッシーです。ケンSPです。アマビです。チャンネルが分かれるっていうことを覚えておいてほしいんですよ。都市伝説チャンネル、そして、だらし面海外、このチャンネルを概要欄で載せておりますので、チャンネル登録をした状態でお待ちいただけたらなというふうに思っております。